はい。皆さんね、長い活動をしておりますと、こんなことがあるんだって、すごいこれ皆さんだけにとっておきの秘密を教えておきます。あの、いろいろ警察からマークをされる、国税からマークをされる、まあ、香ばしいですよね、二つ。なんか事件が二つあったりして。てそんな中で、なんでこういう人を、 あの、報道機関は取り上げないんだろうというふうに思うと、しかもこの人、反社会的勢力と関係しているかもしれないってなると、反社会的勢力と関係しているというのはなかなか記事にしにくいんですって、帰って。もし違った場合大変なあれになっちゃうし、そうであっても触れにくい。そうであったな、なんかこの人反社だっていう、一時はこれ反社だ反社だっていう,いう言い方を追求して、 結局、反射認定の幅がすごく難しいわけですよ。もし違ってたらば、名誉毀損っていう形になって、まあ、そのメディアも名誉毀損で訴えられるのは別にいいんだけど、逆にそうやって言っちゃった資質は何だっていう話になってくるから、反射っていう噂が出た時の報道ってあまりしにくいんだそうです。逆に。これが逮捕まで言っちゃえば報道します。でも手前の報道っていうのは差し控える傾向があるんだって。 じゃあ本物じゃん。ね。警察も、ね。暴力。ね。ヤクザ扱うところが操作して、ね。税金も国税が入ってる。ね。雑誌も扱わないってもう、逮捕まであとカウントダウンじゃんか。ね。だけどね、逮捕って今、簡単にならないっすよ。本当に下手しちゃう1年。1年半ぐらいかかっちゃう。ね。だからゆっくりじっくり待つしかない。 ねえ。うん。誰の話かわかりますわかりますよね。ここの一連の流れでいけば。おそらくその人。ねまあ、だからじっくり待つしかないね。ねえ。すっげーかっこいいこと言っちゃったもんね。なんかいろいろ持ち上げられて。ねえ。俺も騙されるとこだと危うく。ねえ。もう。もうあれからね、あれだよ。 自家旅とかね、サンダルとかしか入ってない。怖くて。いろいろ面白いよね。じゃあ、あの、その時の夢を返してほしいって。並んだ時間を、いや、それはそれで好きで買ったんじゃないのってそれはそれで良かったんじゃないのみたいなね。うん。ま、人、人それぞれいろいろですわ。ねうん。ねどういう風なんだろう。怖いわ、本当に。 金持ちがわからんわん、本当に。全部一発で来るのかなどうなんだろうね税金とかな先かなそういう場合って、国税と警察って連絡取り合うのかな取り合わないよね絶対そんなの。違うもんね。まとりと警察はなんとなくわかるよ。うん。やっぱりそれは。でも国税と警察ってどうなんだろう だって今お金どうやって隠すんだろう現金。一斉にさ、トランクルームとかみんな解放してみたいよね。俺使ってないけど。トランクルームとかさ、ああいうとこ、意外とあるかもしれんね。うん。価値金庫とか分かっちゃうからさ、一斉に開けんの。バーン。旧紙幣とか山盛りだったら笑えるよね。ねえ。だ,だ,だ,だからってどうだって話だけど、 あるじゃん。いろんなとこにトランクルームあるじゃん。地方に。ね。ねうん。誰の話でしょう。以上です。はい。超駅太郎です。この度、極道楽園、極パラ、ね。第4巻。あの、デジタルで発売します。ね。皆さん見てください。もうね、これ最終巻となっております。ね。世界各国のドラゴンボールやら、 海賊になったりするっていうことでね、終わりを迎えるという、違う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 。ね。まあ、ここから、この売り上げが良ければ、また復活するかもしれないということで、はい。皆様にね、愛されております。超役太郎、私のね、幼少の、幼少のっていう、なまあ、あの、私があったことも散りばめながら漫画になっております。はい。で、えー、そうなんですね。これ、まあ、あとですね、こっから続く物語をね、 続けられるかどうかは皆様のね、この頑張り次第。ね、私も頑張っております。もうこの超駅太郎ももう少しで50万人。ね。まだ登録していない方は登録していただいて、サブチャンネルももう少しで10万人。ね。もうこれも皆様、本当皆様あっての超駅太郎なのでよろしくお願いいたします。以上です。